こんにちは。今日はこちらのもう多分作り方とか出てると思うんですけど、このね、蛇腹ファイル、サイドにボンボン付きの蛇腹ファイルですね、こちらをね作ったんですけど、これね本当は作ってる時に、本当はなんですけど、販売用にしようかなって考えて作ってたんですよ、実は。なんですが、間違えてしまって、寸法を。ここなんですけどね、ここの長さがこういう感じで広がっちゃったんです、この蓋が。そうだから、これはね自分用のファイルとして使おうと思います。はい。でね、これを今日ちょっと使う時にね、毎回テンション上がるようなコラージュをねしていこうと思います。まあ自分用なので、そこまで凝ったものとかではないんですけど、はい。で、今回コラージュに使うのが、めめさんの新作をいろいろねまた送ってくださったので、今回のねすっごいタイプなんですけど、こういうの、こういう感じのを使って、あ、今回のもですね、うん、またねいろいろね使わせてもらってんですけど、これなんかもすごい好きですね。この辺を使ってコラージュというかデコしていこうかなと思います。でね、これさっきのコラージュシート、この辺のですね、この辺りのコラージュシートはもう切れるように、この間ねボンドでこうやって厚紙に貼っておいたんですよ。なので今回これを切って、なんか作っていき、デコですねしていきます。で、そう、今回も使いたいのが、今回ねブルー系で行ったので、ブルー系の女の子使おうかなと思うので、どっちがいいかな。この子もいいけど、こっちの子も合います。なんか、うん、こっちにしよう。ただただ今日は自分ファイルを完成させるっていう動画です。めめさんからいただいたこのハサミ、ほんと切れ味抜群なんでね。いや、なんか私力入れすぎて曲がっちゃったとか思ったんですよ。そしたらこれってちょっとカーブしてるんですね。わかります？ちょっとね、ここがこういう感じでカーブしてるんですよ。だから切れやすいんだと思って、そう、この先端がねめっちゃ切れやすいんですよ。で、この女の子こういう感じで蓋にするので、こういう感じか。で、このちょっと出るとこ、まあいっか、自分用だから自分用だとどうしてこんな雑に。この後ろになんか貼ろうかなってちょっと思ったんですけど、うん、ちょっと貼ってみますね。ブルー系なので、ブルー系に合わせなくてもいいか。ちょっと歯切れがあるので、この辺の、これもめめさんのですね。今回この小柄かわいいと思ったんですよ。小柄のお花かわいいと思ったら、なんとここにね、クマさんがいるんです。めっちゃかわいい。かわいくないですか、このクマさん。すっごいかわいいと思って。これをね、この下だけに貼ります。あ、足んなかった。あれ、足んなかった。もうちょっと、この下だけ貼りますね。こんな感じで、なんか昨日夜 TikTok 見てて、来年の2025年7の月
がねすごい出てきて、あれって本当なんですかね。皆さん結構どこまで信じますか。なんだろう、この警告してることによってすごい最大の被害は防げるっていう方もいて、知らない方ももしかしているかもしれないので、ちょっと簡単にお話しすると、2025年7月の5日でしたっけね、5日に日本とフィリピン沖に竜がそういう、その辺で災害が起きるらしいんですよ。でそれはね、予言もう今まで全て予言が的中してるっていう方の予言らしくて、でね、いろんな説があって、第三次世界大戦とか、あと隕石が落ちるとか、あとは大震災っていうのがね、いろいろね出てるんですけど、NASA がね発表してるんですって。まさに来年の7月のフィリピン沖に巨大隕石の破片が落ちるんですって、あの辺に。そうNASA がそういうこと言っちゃうともう完璧じゃんと思ってそうなんですよ。日本どこいてもね被害はすごいらしいんですけど、どうですかただそういうふうに言われたってどこに逃げればいいのって感じですよね。だって日本全体がダメなわけだしって考えてたら昨日寝れなくなっちゃって信用してるというか、もし本当に2025年7の月で日本がなくなるんであれば、やりたいことやりたいなとかすごい考えちゃってでもそんなことしたらみんなそうですよね、なんてことをねちょっと考えたりして。ここまでみんな信用してますか。もう予言っていうのはなんて言うんだろう、どこまで信用していいのか。でひろゆきさんっているじゃないですか。誰だろう、ひろゆきって。その人に質問コーナーみたいのがあって、で主婦の方がね、トレペが入ってる、主婦の方がその7の月の一応ね7月5日の朝方って言われてるんですよ。朝方、そうだからその日は子供の幼稚園も休ました方がいいですかねっていう質問があったんですよ。そしたらもうひろゆきはバッサリ普通通りにしてくださいって言ったんですよ。そうだよな、普通通りかと思って。でもこれが本当に本当だったらアルマゲドンみたいな感じで、もう今頃はいろいろ動いてますよね、政府がね。そういうことを考えちゃいますね。予言なんてね、ノストラダムスの大予言とかあったけど、あれだって自分の死ぬ場所まで的中させたって言うけど、どこまでがねっていうの、すごい思う。的中させたって自分で死ぬ時にそこに行けば的中になるじゃないですかとかねいろんなね占い師いるけど、本当に当たってたらもうなんて言うんだろう、すっごいことですよね。あと今未来から来たっていう人もTikTok で結構話題になってるらしくて、でここかな、にねチップが入ってるんですって。で未来は人間も全部その管理されちゃってチップが入るんですって。今猫ちゃんとかワンちゃんとかっても購入するときに必ずねチップを入れるんですけど、そういう感じで人間もチップが入るとかね面白いなと思って、それをどこまで私たちは信用して動けばいいんだろうってね。ちょっとこのお洋服使います。これまあ
知らない人は知らない。私漫画をね読んだんですよ確か。うん、あれどうしたんだっけな、あの漫画。うん、あんなの見たらでも怖いですよ。ただねその方はもういろいろねほんと的中させてるんですって。うん、でも本当だとしたらもっと政府が呼びかけません？でもそんなことしたら大変なパニックになっちゃうからかとかね、来年の7月皆さんどうしますか。7月5日って何曜日だろう。普通に平日だった気がするんですけど、7月5日の朝方でしたね。朝方の4時とか。うん、まあ、とりあえず家族がみんないればいいですね。なんか一人の時とか仕事中とか嫌だなと思ってどうせならねみんないる時がいいな。これも厚紙貼ったので、あ、これちょうどなんかお洋服やってるからこういう感じにしようかで、いろいろなんか考え出したら止まんないけど、最近のお気に入りのこのセリアさんで買ったやつ、まあその日までとにかく楽しく生きようって思いましたね。最近ねこれお気に入りなんです、こうやってやるの。そしたらね今回めめさんのこの素材シートにこういうお洋服があったから、すごいねこのコラージュを最近すごいやってます。最初ねこれをぶら下げようかなとかすごい考えてたんだけど、ちょっとぶら下げるには私には難易度があったのでこうやって貼るだけなんですけど、今ボンドでつけときますね。意外とねこのつけていくだけで可愛いんです。これも貼っとこう。7月5日か。私ちょっと7月ねちょっと予定があって、すごいね楽しみな予定なんだけど、7月その前になんか、あ、え、あ、そっか、違う、来年か、そうでした、すいません来年か、1年か、1年なんてあっという間ですよね。なんかもう7月っていうのがあっという間すぎて、うん、何もやってないな。今年の目標にしてたこと何もやってない。これレース、こんな感じにしようか。ちょっとこのレースにスタンプをしてみようかな。なんか皆さんは半年経ったけどなんかやりたいこととかやれてますかねなんだろう、私今回はね毎日チョコザップ行くなんつって、もうチョコザップに全然行けてなくて、もうチョコザップも大会しようかなとかすごいちょっとね考えちゃって、いや行きたいんですけど、うん、行くよりも早く家に帰ってきたいっていうのが優勢になっちゃって、今チョコザップだと私脱毛だけ、うん、チョコザップ行って歩きはしないんだよな。あんなに張り切っていったのに。スタンプ、あ、ちょっと薄かった。ちょっとね概要欄には書いてあるんですけど、そう、私今お礼瓶がもう本当に溜まりすぎてて、うん、ちょっとねしばらくは交換瓶とか捨て木瓶ちょっと今お休みしてる状態です。はい、概要欄見てない方もいるのでここでねちょっとお伝えしたかったんですけど、すいません、なんか本当いつもみんな素敵なものを送ってくれて本当に感謝なんです。なんですがちょっと本当にお礼便が間に合わなくて、うん、もう今待ってるいただいてる方の中でももう来年ぐらいになっちゃう方も多くて、そうだからお礼便だけねガーって作れればいいんですけど、やっぱり動画で作るものも作りたいし、うん、でもね最近はちょっとすごく
6月がねすごい忙しかったんですよ。いろいろ土日のたんびに予定があったし、あと、仕事とかもあったし、とにかくね6月がほぼなんか作れる機会がなくて、今ねすごい7月になったんですけど、あれまだなってないですけど、7月はねちょっと、余裕ができてきてるので、いろいろね作ろうとは思ってるんですけど、はい、ちょっとねしばらく落ち着くまで、皆さんすごい優しいから、とにかくね送ってくれるっていう気持ちがねすごく伝わってきてすごく嬉しいんですけど、やっぱいただくだけっていうのもね申し訳なくなっちゃって、いただいたらやっぱお礼もしたいし、だから私はちょっとしばらくね交換便やプレゼントの受付はちょっとやめようかなと思ってます。はい、すいません、なんかいつもね本当にね気を使っていただいて本当に嬉しいんですよ。ただ、それに見合ったものがまず返せてないっていうのが、なんだろう、自分の中で毎回ちょっと、なんだろう、もやもやというか、だってみんな本当すごいんですもん、送ってくださるものが。だからそれに見合ったものをまず返せないのが、自分の中でねちょっと、だから本当に、気持ちだけ SNS でつながってたり、あとコメントでつながってたり、もうそれだけでね十分本当に私嬉しいし、ただね友達を辞めるとかそういうことじゃなくて、ちょっと今現在私がね本当にできてないから、とりあえず、全て終わるまではちょっとお休みさせてもらおうかなっていう感じです。だから私のためになんか取っといてくれてるっていう方もねすごくいると思うんですけど、本当にお気持ちだけで本当に十分嬉しいですって感じです。本当にねなんか返せてないのがすごく私、もちろんお礼目的っていうのが なんていうんですかね、お礼目的ではないってことはすごく分かってるんですけど、なんだろう、自分の中でやっぱりいただいたら、お礼したいっていうのがまずあるんですけど、そうだから、もし、なんて言ってんだろう、すごく嬉しくて、私やっぱりほら皆さんのものをいただいたり、皆さんのなんて言うんですか、その作品見て学ぶことがすごく多いので、そうなんですよ、やっていきたいんですけど、ちょっとね今今年来年いっぱいはちょっと、できないかなって思ってるんですけど、まあでもほら友達とかリア友さんとかはやっぱり今これからもやるし、交換便っていうか、送り合いとかはやるんですけど、そのプレゼント送ってくれるとかね、そういう感じの方にはちょっと申し訳ないんですけど、本当にお気持ちだけだから、来年とかね私誕生日来るとやっぱりもう今からね考えてくれてるかなって方もいたので、そうなんですよ、だから誕生日も本当にね毎回すごい豪華なプレゼントと紙物をね送ってくださって、多分今あたり3ヶ月かまだ早いか、でもね考える時間とか絶対ねあるから、だから来年はちょっと私バースデー便とかもそういうのも、ちょっとやめようかなという感じです。今現在私がそのバースデー便とかそういうの今やってないんですけど、私も遅れてないからもうなんとか便っていうのをやめてるんですけど、はい、そんな感じなんですね。もうちょっと私に制作意欲があってスピードが速ければいいんだけど、やっぱ作るのとその今 YouTube が一番メインで やりたいっていうのがそう一番なんですよね。でやっぱ YouTube メインだと編集、大した編集はしてないんですけど、やっぱり、1週間のうち編集の方が7だとしたら作るのが3、そういう感じなんですよ。そうなのでね、ちょっと、
あとプレゼント企画もね、去年やるとか言ってやってないのもずっと何だろう、心にモヤモヤあるし、だからそういう何だろう、そういう方にも力入れたいっていうのはちょっと正直あって、はい。あと紙物ですよ、私も置くスペースがちょっとなくてそうそう、あのこの間ねマイルームツアー見ていただいた方はちょっとわかると思うんですけど、とにかくね今ねスペースがないんです、はい。だからね今とりあえずいただいたものをどんどん使って、そういうのもありますね。あのずっと眠らしておくのももったいないって、だからどうせねいただいたものはやっぱどんどん使っていきたいしっていうのもすごくあります。だからちょっとねしばらくはなんか私のわがまま、わがままですね、なんて言ったらいいのかなもらうばっかしがやっぱりちょっと引けちゃうのでね私、だからまたねあの余裕ができたらあのプレゼント先もあのまたね開封、あとね交換便とかもすごくよく来るんですよ。あと初めて作ったものをもらってくださいっていう方もすごく多いし、本当にありがたいんですけど、やっぱいただいたらねちょっとお礼をしたいので、今の段階ではちょっとね今お休みしたいという感じです。はい、とにかく本当皆さんの気持ちがね本当に嬉しいんですよ。もう毎回ね届くものが本当に私のことを考えて送ってくれてるっていうのがすっごくわかるものねばかりなので、そうなんです。あとやっぱり YouTube 見てくれてる方にも恩返ししたくて、そのプレゼントじゃないな、あの販売を作ってみたり、まあプレゼント企画やってみたりしたいんですよ。なのではい、ちょっとねどっかの動画で伝えたいなとずっと思ってたので、ここでね今回言ったんですけど、もしねいろいろ送ってくださってる方、なんか撮ってあったら申し訳ないなと思ったのでここでねちょっとお伝えしたんですけど、はい。あと皆さんがねそのいろいろ買って送ってくださるものが豪華すぎてそう、私それに見合ったお返しが全然できてないから、それもねちょっと申し訳ないなってずっと思ってて、最近ね私もねなんだろう、購入はしてるんですけど、とにかく今もう置くスペースがなくなっちゃって、とにかく今はなんか作ろうって思ってますね。どん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 作る方に回りますはい、そんな感じなのでね、もう今あのやる気だとねすっごいね作りたい欲がねあるんですけど、 YouTube をとにかく頑張ろうって感じです今は。はい、そうだから何て言うんだろう、喋りながらやってたらペタ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 いっぱい貼っちゃった、こんな感じでいく。とにかく今年はちょっと今いろいろね作るものなんですけど、来年はやっぱり販売用とあとプレゼント企画、そういうのをちょっとやっていきたいですね私の中で。プレゼント企画といってもやっぱりその私くじ引きとかそういうのがやれればいいんですけどね、そのプレゼントの宛先とかなんかよくあるじゃないですか、 Google ホーム使ってとかなんかね、そういうのがちょっとなんかねわからないから、やっぱりメルカリでね最低なんていうの算定販売額だから、まあ販売用にはなってしまうんですけど、普通の販売用もやりますけどプレゼント企画的な販売もやりたいなってそうなんですよ。もらうばっかりも本当に申し訳ないなっていう気持ちがずっとありました去年ぐらいから。あとで DM かねコメントかちょっと忘れちゃったんですけど、
ちょっとね、ぐさっというような DM 来て、なんか YouTube やってたらプレゼントばっかりもらっていいですねみたいな、なんかねそういう感じのが来たんですよ。でなんかちゃんとお礼とかはしてるんでしょうかみたいな、なんかねやっぱりそうやってやっぱ見てる人はね、やっぱ私がプレゼントばっかりもらってるっていう、そういうのはやっぱ感じてるのかなとか、でそう、私お礼品とかね送るときにファイルとかは YouTube とかで紹介してるんですけど、他のものはやっぱ人によってねあげるものが違うので、そういうのはあんまり私 YouTube であんま紹介してなかったんですけど、そういうのもあるのかなとは思ったんですけど、そうプレゼント企画の話でこの間ねこれを見ててなんかすごい楽しくて、こちらの紙なんですけど、モザイクかかっててね見れないと思うんですけど、計ね132名の名前が書いてあるんですけど、これは私が YouTube 始めて1000人登録者様がね1000人いた時にプレゼント企画をね初めてやったんですよ。その時のプレゼントに応募してくださった方の名前をね書いてるんですけど、もうこうやって見ると、あ、なんかすごいこの頃から名前を知ってる方や今ね、そうすごいね昔から見てくださってる方とかすごくいて、そうなんですよ、これ見るとなんかすごく嬉しいこれそうすごい懐かしいのが、そうなんです、あ、こんな方もこんな方というのは今ね、そうすごい今では有名な方とかね応募してくださってて、そうすごい懐かしくて、これはね私ねずっと一生撮っとこうと思ってるんですけど、まあほら1000人の突破記念なので、その後ね私のチャンネルを知ってくださってる方もすごくいて、だからねこういう機会、こういうなんだろう思い出にもなるから、そうプレゼント企画とかやりたいんですけど、どうだろうね、今やったらどうなんだろうとかね、だからもし私がやるとしたらですよ、プレゼント企画YouTube のコメント欄ではちょっと大変なので、インスタですね、インスタで、あ、でも YouTube での感謝でやりたいから、本当はね YouTube でやりたいんですけど、なんか YouTube ってなんだろう、コメント欄が反映するときと反映しないときがあるってことをね最近教えてもらって、そうだから返信が来ないっていう DM をいただいて、そしたら私のその YouTube のコメントを見るアプリがあるんですけど、そこにね載ってない方がいたりするんですよ。そう、それがねちょっと私もわからなくて、だから一応ね私は YouTube コメントくれてる方はちゃんとね返信はしてるはずなんですけど、もしね来てないって方は多分そういうなんて言うんだろう不具合、があるかもしれないです。で私自分で自分の YouTube を見に行くってことがなんかダメってねなんか書いてあったんですよ。だから要は視聴回数にもなるし、あと広告自分で見ちゃう感じになるから、だから私た多分 YouTube やってる方はその YouTube スタジオっていうのがあって、それでコメントの管理とかをしてると思うんですよね。そうだから自分が YouTube でその自分のページを見てるわけじゃないから、なんて言うんだろう、そうそういうのがあるんですよ。だから反映されないとか、あと1回だけねなんて言うんですか、サンクス、なんて言うんだろう、お金をねお金をねいただく あるんですよ。なんかでね私ね本当にね、私その人の名前ね分かるんですけど今言わないですけど、くださってたんですよ、そのサンクス、サンクスっていう、ただ私それ気づかなくて、その YouTube スタジオにそういう通知が来ないんですね。でなんかねたまたまなんか私がコメント欄をテロップ間違えたかなんかちょっとわかんないんですけど、で自分で訂正しなきゃいけないと思ってコメント欄を見た時にそのサンクスがあって、そうだからサンクスももしかしたら
くれてた方で私気づかなかったでしたら本当申し訳ないなと思ってんですけど、そういうね不具合も なんでこんな話になったんだ、そういうのもあるんですよ。はい、こんな感じでコラージュしてみました。これお気に入りのハンガーつけて、めめさんの素材の女の子ですね。今回はねブルーでイメージして作ってみました。でこのねポンポン付きの、そういうのがあるんですけど、なんでこういう話になったんだろう。 YouTube のコメント欄か、やっぱその YouTube のコメント欄でその全部を把握してプレゼント企画やっちゃうと、もしなんか漏れがあった時とか考えると、やっぱ平等にできるのがそのメルカリで販売300円でするのが一番、なんだろう、私の中では間違いがなくできるかなって。だから、そういうのがあるから一番ね300円で、販売用っていう形になってしまうんですけど、来年やりたいなって思っております。なんだろう、何言ってんのか分かんなくなってきちゃったんですけど、はい、だから来年ですね、来年はまた販売用でね、いつも 1,2 個だとね買えないって、もう初めからね諦めちゃうっていう方もいたので、できればね、ローディットペーパーバッグだったり、こういうジャバラファイルは意外とね簡単にできるので、だから 2,30 個作ってやろうかなとかすごい考えてます。2,30 個。この蛇腹だったらね、作り方動画見ていただければわかるんですけど、約ね2時間あればできるんですよ。っていうのも考えてます。はい、ちょっとなんか最後何言ってんのかわかんなくなっちゃったですけど、今回はねちょっと作った蛇腹ファイルにコラージュをしてみました。最近のお気に入りのこのハンガーと、このめめさんの素材のこの洋服がねぴったりだったので、めちゃめちゃ嬉しかったです。これね、このちょっとアンティーク風の、すっごい素敵です。このハンガーにすごい合いますよね。はい、これはね自分用でこれから使っていきたいと思います。何入れようかなって感じなんですけど、はいはい、今回はちょっとね雑談と報告というか、私の、報告ですかね。はい、そんな感じで動画撮ってみました。はい、はい、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。